はい。そっか塾の久保です。今日も1億円志向で一緒に勉強していきましょう。なぜね、くれくれ星人があ目先の得を得ているんですけども、長期的には死に耐えてしまうのか、なぜね、くれくれ星人がうまくいかないのかってことと、あとはですね、まあ、ギブアンドテイクっていう精神がいかに愚かなことかということをねお、今日はお話ししていこうかと思いますえ。以前もお伝えしたと思うんですけども、私はね、市場をこういう風な分類もしてるんですよ。見てください。 えー、50%の普通の人。半分は普通の人なんですよ。これギブアンドテイクを求める人ですよね。ギブアンドテイクを求めるんで、マッチャーと言います。マッチング、マッチしてることです。マッチングしてることですね。で、えー、ここテイ。テイクって書いてますよね。持っていくだけの人。自分は何も与えないけど、なんかいい情報ないですか人脈ありませんかいい話ありませんかと。これもらっていいですかと。ただですかって。値下げしてもらえませんかテイカーですよね。奪う人。奪っていくだけの人。 これクリクリ成人です、これが。これがね、なんとね、40%ぐらいいるんではないかなと。仮定してるんですよ、私がね。これ仮定です。ちょっとデータ取れないんで、仮定してます。で、残りの10%の人がギブだけの人ですね。ギバーっていう人。まあ別にもらえなくてもあげるよとかね。え、入塾費用ですか塾費用なんてまあ別に後回しでいいんで、まずはあなたが稼ぐことが大事ですよ。あなたの、おまあ、資金活動を優先しましょうねっていう人。これギバーですよね。ギバーテイクのギブ。ギブする人ですから、ギバーと言います。 で、この割合で私は市場を、ビジネス市場っていうのを作られてるっていうね、仮定してるんですよ。そうなると、一番広い市場ってどれだなどれかなと思いますこの50%と、この40%に与えられる人が一番いいんじゃないかなって考えるんですよ。このテイカーっていうのはね、くださいくださいって言うんですけども、くださいくださいであげるよあげるよっていう人の割合って、 40に対して10なんで、30%くらいの人は余るんですよ。だから、くれくれ成人の30%は、もらえずに終わるんですよ。で、こっちに行こうとしたら、お、40%よりも大きい資料があるぞ。行こうかなと思ったら、ここはギブアンドテイクなんで、あー、くれくれ成人さん、あなたは何くれるんですかくれた分だけあげますよっていう風な人なんですよ、ここは。だから、もらえないんですよね。で、ここに行くしかなくなるんですよ。うん。で、ここの人はどうですかギブアンドテイクの人。 のの人っていううはテイカーはだだなぁと思うんだけどもこちらくれる人だけのくれるだけの人がいるみたいだぞって言うからこっち行ってもね40%余るんですよもっと言ったら50と 40%90% のうちのこっち行くと80%の大半の人が余るんですよもうもらえるもんだけもらっておきたいなって言って余るんですよこういうふうに考えていった時に私はですね一番市場が広いのは与えるだけの人っていうのはもう100%セント これね、与えさせてもらえるんででで、すすよねもうやりり放放題、た取り放題取って感じですで与えるだけでどうやってね人っていうのは収益を得れるんだってことなんですけどもこれ見てください先ほどの図与えるだけでもね十分ね利益を取ることができるんですよまずはですね先ほどの図をもう一回見るとここに与えるだけの人がいますよね与えるだけ与えるだけこっからはその分だけ返ってくるんでマイナスがないんですよ ね、ギブアンドテイクの人ですからもらった分だけ偏更性の原則で返したくなるんですよねテイカー持っていくだけの人っているじゃないですか持っていくだけの人って多分このギブアンドテイクの人とこのギバーが関係ができちゃって10%と40 50%ですから簡単にこれ埋まっちゃうんですよねで万が一運よくこのお持っていくだけの人テイカーがこっちに来たとしても割合としては低いんですよだからね与え続けていって 実はあんまり損することがないんですよね。で、ギブア、あの、与えるだけの人っていうのは何が一番優れていくかっていうと、与えることだけでも受け取っていただくのが非常に難しい時代です。皆さんも感じると思いますけど、無料でも受け取ってもらえるのが難しい時代ですよ。ね、駅前でティッシュを配ってて、ティッシュなんて絶対みんな使うのに、駅前でティッシュを配っても、ティッシュ受け取らない人の方が多いわけですよ。だからね、与えることの難しさってことですよ。でもギブアってのは 与えることがすすごく上手なんですよまず万が一にも与えることで失敗することがないんですよとなると与えるという経験値がものすごくね飛躍して優れていくんですよ与えるという経験与えるという技術これはどん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 高まっていくんですよでそうなるとですねこれ与えることが難しい、えー、例えばギブアンドテイクの人もあの恩返ししてくれる人にしか 与えらられなないいいいいんんんででそうう人まますすかっったありよねギブアンドテイクの人の間でやり取りするぐらいなもんですよ。ギブアンドテイク同士でね。で、テイカーに対してはもう完全くれくれ人じンやなっていう感じで無視すると。うん取り合わない。だからあー、ギブアンドテイクの人に持っていくものがないと。で、えっ、ー、と、ギバーの人ですね。ギバーの人のところに持っていこうかなと思っても、もうバランスが悪いわけですよ。50%に対して10%の市場に行くわけですから。 さあ今こう考えていくとですね一番センスがいいのはやっぱりねギブアなんですよ与えるだけの人っていうのがいつまでたっても市場を独占できるんですよねまあそういった原理に生きてますえ o グーグルなんてのはあの与えることのすごく天才でですね多くの人にアカウント作ったらどうぞ私のサービス使ってくださいっすからね与えるわけですよその結果最も重要な顧客動向っていうものを手に入れてるんですよね で、その顧客動向ってものを一人の、自分一人の顧客動向はそんなにね、価値を感じない人が、えー、Google にサービスを使いたいがゆえに与えるわけなんですよ。そうなると、それがね、1万人、10万人、1億人、5億人って増えていくと、かなりのパワーを持っているってことが、ギバーの、世界一のギバーの Google はもう理解してたわけなんですよね。で、今あ、その地位を不動のものにしているということでございます。まあそういった形ですね。ビジネスのレベルってものは、 収益が確定していなくてもおできるかどうかですよね。で、私は吉谷さんの,あの億万長者合宿参加しますけども、旅費をくださいとか、ギャラをくださいとかいうことはないんですよ。なぜなら、億万長者合宿というプロジェクトの中で、私は勝手に、えー、収益を作り出すことができるんですよね。これがだからビジネスだと思うんですよ、私は。あのー、もうね、売上とか入金が確定されていると、報酬の約束ができた、だからやるっていうのはビジネスじゃないですよ。これはギブアンドテイクですよ。 抹茶のやることですよね最もこれをやる人が多いってことなんですよ。で「得をするんだったら行きますよ」とかね「いや100万でも200万でも払えばそれは億万長者になれるんですか?」これはねクレクレ聖人の発想です。テイカーですよねだからねもう本当にねこう相手にするのもちょっと残念なぐらい、えー、もう何 <laughs> と言いますかなって感じですよね。<laughs> うんで今振り返ってみるとね多分私っていうのは。 あの一生懸命毎日のようにセー,ルスをしてセールスをしている人よりも収益は上なんですよ、うん、だからそうあるべきかなと思いますで、えー、今回の動画のまとめになりますけども先日ねメンタリストの DAIGO さんの動画を見ましたそうすると DAIGO さんの,あの記事を書いているライターさんの名前を出しながら言ってたんですけどもこんなつまんない記事を書いてる人の年収ってのは私の月収にも届かないよっていうことを言ってたと思うんですよ 確かにそうだなと思います。あ違うその人の記事のレベルっていうのは、今私が飲んでるワイン1本分ですよ、みたいなね。ロマネコンティとかいうねあの、ワイン飲んでたんですけども、大悟さんは、うん。そういう風になってくるんですよ。要するに、ビジネスをしてもいない、インチキな記事を書いて小銭を稼いでもいない、正々堂々と正直に生きている大悟というね、えー、メンタリストさんは、 必死にね、人の荒を探して、必死に人の悪口をして、人の多くの悪口にもう本当に共感を呼ぶようなインチキ記事を書いて得るお金がワイン一本分にも満たないというね。で、えー、g o さんはこういうふうに言われてました。出版社の方にね。出版社の方に、えー、収益を上げる方法を教えますよ。特別に教えますよ、みたいなこと言ってたんですよね。こういうクソ記事書く人を全部クビにしてくださいと。<laughs> まあ、まさにそうですよね。一本取られたみたいな感じだったと思います。まあ、私もね、今そういう風に思ってるんですよ。あのー、売り上げのために、あやふやな商品とか、自分が保証もできないようなものを、バン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 売るよりも、自分の、こうなんですかね、考え方ってものをね、発信することによって、あ、それはなかなかいいな、興味持てるな、とあ、く保さんの言うことは、ほんと一味切れてるね、と。そ,してそういうものに対しては、自分は、ちょっと俺、ね、恩返しでお金を払いたくなっちゃった、と。 しかも久保さん要求してこないじゃん。ちょっとそっか塾ってもの教えてくれませんかと、まあ、そういう風になってくると私はあう、うまくいったなって言ったらちょっと嫌らしいんですけどもありがとうございましたって話になりましたね。というのが私の心根が伝わってそれに反応して共感して、えー、まああのー まあ、塾をね、興味持っていただいて、商品を受け取っていただけるという形ですからね。私は、そっか塾ありますよって、そっか塾買ったくさーみたいな、ね、セールスは、年に1回するだけです。年に1回10分ぐらいするだけです。そのほかの活動っていうのは、とりあえずね、受け取っていただくっていうことにフォーカスしてるわけなんですよ。この時代、多くの情報があふれて、多くの商品があふれて、多くのサービスが世の中にあります。その中で 受け取っていただくことすすら難しいんですよこの動画ですら今ねご覧になっている10分とか20分の間に他の価値ある10分20分っていうのがあるわけですよそれをより分けて私の動画を見てくださったということにもう無類の感謝をねえー、捧げたいですよねだからね受け取っていただくギブするだけでもどれだけねえー、難しいかっていうことなんですよそこを理解できたらビジネスなんてのはもうねお茶の子さいさいだと私は思います今回は以上です